グ、アキ明は、大韓民国大田広域市出身の元プロ、野球選手、野球指導者。現役時代には、韓国プロ野球、メジャーリーグベースボール、日本プロ野球、オーストラリアンベースボールリーグでのプレーを経験。A ビールのシドニーブルーソックスで現役を引退した。大田高等学校への在学中に、韓国高校選抜として来日。 大阪府や鳥取県などで開かれた試合に登板した。海洋大学校へ進学。1993年シーズンからピングレイーグルスに入団。公式戦で先発投手に起用。しかし、大学時代から抱えていた右肩の故障の影響であまり活躍できなかった。1994年からは主にクローザーとして活躍。1996年には 最多勝利、最優秀救援投手、最優秀選手賞のタイトルを獲得した。2000年シドニーオリンピックには、韓国代表の一員として参加。日本代表との対戦で、日本打線を2度にわたって抑え込むなどの高騰で、同メダル獲得に貢献した。2001年にオリックスブルーウェーブへ入団。シーズン当初は、150km のストレートと高速スライダーを武器に、 一軍公式戦でクローザーに起用。しかし、不安定な投球が続いたため、シーズン途中から先発へ転向した。一軍公式戦全体では、51試合に登板。7勝9敗重セーブ、防御率4.06という成績を残した。2002年には、スローカーブなどによって、緩急をつける投球スタイルに変更、チーム打率。 235と著しく低迷した打線の影響で、勝ち星は故障しか上げられなかったものの、防御率は金田雅彦の2.50に次ぐパシフィックリーグ2位の2.52。2003年には故障の影響で、一軍公式戦への登板が19試合にとどまる。2004年には、起用法をめぐって、伊原春樹新監督やフロントと対立した。シーズン終盤には、 ブルーウェーブによる大阪近鉄バファローズの九州合併が決定。ブルーウェーブとして最後の公式戦になった9月27日の対大阪近鉄戦では先発を任されるとブルーウェーブの勝利によってチーム最後の勝利投手になった。一軍公式戦全体では来日後の最多の三冠党、6勝10敗、防御率4.32。シーズン終了後には 自身のメジャー挑戦の意志が強く契約に至らなかった。2005年にニューヨークメッツとスプリット契約を締結。後にメジャーへ昇格すると公式戦の序盤に中継ぎ要員として活躍した。しかしシーズン中盤からマイナーに降格するとシーズン終了後に契約を解除された。2006年3月にハンファへ復帰する。開幕前に 1> 第1回 WBC の韓国代表に選出された。同大会では一次リーグの日本戦では2イニ,ニングを完璧に抑えた末に勝利投手になった。二次リーグでも日本戦の9回に登板したが西岡津義にソロ本塁打を打たれチーム唯一の失点となる。なお、準決勝では故障で登板を回避している。2007年には 久保史上二人目の個人通算200セーブを達成。2008年には、故障で開幕に出遅れ中継ぎに回る。2009年は中継ぎを中心チーム及び、自己最多の71試合に登板。チームが最下位でシーズンを終えたことから、推定年俸2億ウォンで契約を公開した。2010年8月15日に、同年のシーズン限りで久保から引退することを発表。 8月22日の記者会見では、オーストラリアンベースボールリーグのシドニーブルーソックスで、現役を続ける意向を示した。9月3日のタイサムスンライオンズ戦に先発し、先頭打者の超倒産を、センターフライに打ち取って降板。この試合が、久保での引退試合になった。2010から11シーズンに、12セーブでリーグ最多セーブのタイトルを獲得した。 2011年12月にはリーグのオールスター戦に世界選抜として出場、セーブを記録した。2011から12シーズンにも8セーブで2年連続最多セーブのタイトルを獲得。2012年11月に韓国社食野球場で開催されたアジアシリーズ2012にパースヒートの一員として出場した。2012から13シーズンには 18試合に登板、防御率2.89ながら、勝利、セーブとも記録できなかった。しかし、2013から14シーズンには、11セーブで2年ぶり3度目の最多セーブに到達。2014から15シーズンには、15試合の登板で、0勝1敗4セーブ、防御率2.12という成績を残した。2015から16シーズンにロースターを外れた。 ことから、現役生活に事実上周止符を打った。具の現役引退によって、ブルーウェーブへの在籍経験を持つ現役のプロ野球選手は、一郎と後藤高村だけになった。2016から17シーズンからは、シドニーの投手コーチを務める。2018から2019シーズン、オーストラリアンベースボールリーグに加盟する。 全員韓国人選手で構成されるジーロングコリアの監督を務めた。ありがとうございます。